可愛い子猫エキゾチックショートヘアの面白いお話。ある日、私たち家族は可愛らしいエキゾチックショートヘアの子猫を迎えました。その子猫はとても人懐っこい性格で、すぐに私たち家族の一員として馴染んでくれました。ある日、私がキッチンで夕食を作っていると、その子猫がキッチンに入ってきました。彼女は私の足元でくるくると回り、私に見上げながら何かあげてとアピールしています。私は彼女のために食べ物を用意すると、彼女は一口食べてからまた私の足元でくつろぎ始めました。またある日、私たち家族がテレビを見ていると、その子猫が突然飛びかかってきました。彼女は画面上の動物たちと一緒に遊ぶように見えました。私たちはその光景を見て思わず笑い出してしまいました。そして彼女が成長するにつれ、私たちは彼女がどんどん大胆になるのを見ることができました。彼女は家中を走り回り、人間の子供たちと一緒に遊んだりもしました。私たち家族は彼女と一緒に過ごす日をとても楽しみにしていました。エキゾチックショートヘアの子猫は飼い主にとって最高の選択肢の一つです。彼らは愛らしく可愛いだけでなく、家族との素晴らしい思い出を作るのに最適なペットです。彼女は成長するにつれ、ますます甘えん坊になっていきました。私たちが座っていると、彼女は必ずと言っていいほど私たちの膝の上に乗ってきて、甘えるようにぐるぐると回ります。私たちは彼女がくっついている時にとても癒されました。彼女が生まれてきてくれたことにとても感謝しています。彼女が私たち家族に与えてくれた癒しと楽しい思い出は一生忘れることはできません。エキゾチックショートヘアの子猫を飼うことを検討している方は、ぜひ一度彼らの魅力を感じてみてください。きっと癒され、楽しい思い出を作ることができるはずです。